はい、イエスイエス、わかんないけど、はい、じゃあ今回からこのゲームの実況を始めていこうと思います。ワーピップス、ドットゲームがね好きなので、ドットゲームの何かやりたいなと思ってたら、こういう戦略ゲームっぽいやつが出てきて、かつちょっとグロいみたいな、そういうの大好物なので、早速やっていこうと思います。まあここら辺はいいでしょう。じゃあ早速チュートリアルからやるかな、せっかくだし。全く何もわからないまま惨殺されそうだし。着任おめでとうございます。チュートリアルを通じて指揮方法を学びましょう。キャンペーンマップ、星のアイコンがある上陸地点から進軍して敵の基地を攻略するための陣地を占領しましょう。で最終的に白旗を破壊すると、クリアとね、自陣に隣接する陣地のみを攻略することができます。はい、まあとりあえず自分の軍隊とか見れないのかな。ちょっと待って作戦名ケツヒエオマルって何作戦名ケツヒエオマル、かっこよくない？あんまりドット絵って感じはしないけど、でも遠巻きで見るとドット絵っぽいんだよね今とか。だからこういうのすごい好き。で、はい、まず自軍基地を最優先で防衛しましょう。で、敵の陣地も破壊しましょう。多分ね、時間に合わせて、あ、これだ、お金がどんどん増えてって、そのお金を使ってね、こういう、ここに多分まだ1体しか現れてないけど、このユニットをどん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 出撃させて戦うみたいなものだと思う。俺はもう、知らない。何も知らない。あ、なるほどね。ここにある丸の数だけユニットが排出できると。もう何も考えてないから、とりあえず全軍突撃させたけど。左クリックしながら AD でカメラ操作。あ、なるほど。WS キーで近くにもできる。こういうの見てるとね、なるべく味方死なせたくないと思うんだけど、そういうわけにはいかないんだよね。もう最初のうちだけめちゃめちゃ、あ、味方味方知らないで頑張ってってなるけど、最終的にはもう手駒ただの駒のように扱うっていう、このゲームあるあるだと思うわ。レベルアップなんてあるんだ。敵ユニットを倒すと経験値を獲得できます。レベルアップするたびにコンバットポイントを取得します。コンバットポイントは資金と交換してユニットの配備に使えるほか、ビッグサプライの上限を増やして敵部隊、あ、じゃあ味方部隊の拡張をできると。あ、じゃあ絶対これ先にすべきでしょ。どんどん行ったれ。この人たち回復とかできないのかな。キュートリ、おえー、えぐい攻撃してくるね。してくるじゃない。してるね、こっちも。あ、割とやっぱチュートリアルだから全然そんなことはないかな。はい、クリア、うちの味方。うちの味方全滅しなかった、今。はい、クリア。で、この人たちを手に入れましたと。なんかやだな。せっかく犠牲者ゼロで行ったと思ったら、急に最後にぶち殺されるってすごい。作戦に投入した物資は全て消費されます。あなたの部隊の補給は乏しく、敵陣地を占領することによってのみ補給ができる。じゃあ、あれかな。あ、部隊編成しなきゃいけないのか。なるほど。彼らを配置して出撃すれば、さっきは1種類だったけど、今回は2種類の味方がいると。作戦名砂舞い上がる。さっきの作戦名、ケツヒエオマルだったけど、何か関係が？これはなんだっけ？あー、ごめんなさい。うん、配備できないね、この。コマンドピップのような特殊なユニットはロックされ、初回配備までに必要な時間が経つまでは配備できません。なるほど。まあ、とりあえず、もう何も考えずに3人突撃してもらって、敵を駆逐しよう。この子可愛くない？
これクリックしすぎると首が取れるとかいう仕様だったら俺はちょっとガチビビりしてたと思うわ。はい、なんか、あ、レベルアップしたね。レベルアップしたから、これなんだっけ？ユニットランクアップか。これやってみようかね。OK。で、まだ3人生き残ってるから、あれ、生き残ってなくない？敵の光線よりも友軍の支援に避けている。ほん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 。直接操作はできないから、本当に出すタイミングでね。あ、バイバイバイ。あー、すごい、えぐー。で、コマンド、ピップを出撃させたいんだけど、攻撃要請ができる。周囲の命中率をアップさせる。敵の戦力の目安。赤い箇所は強力な敵増援の到着を予想される。ここがやばいのか。そしてここもやばいと。逆に緑は敵の戦力が脆弱。脆弱であってる？になると想定されます。この隙に反転攻勢を行いましょう。なるほど。じゃあ、今から敵の空爆。これ時間切れになっちゃうのか。なるほど、なるほど。空爆が行われる前にとっとと倒せと。はあはあはあ。ユニットランクを上げるためには4ポイント必要。1回レベルアップしたぐらいじゃ全然無理なんだな。はい、じゃあコマンドピップ行ってこい。おー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 おお、よくわかんないぞ。まだわかんない。お前やるな。あ、このマークがついた瞬間にもう、支援の効果ができてるから命中率がめちゃめちゃ上がるってことかな。機械で調達できる。ほう、あ、なるほどね。コンバットポイント1個使用してここを今増やしたわけか。なるほどね。レベルアップができないから、あ、やばいやばいやばい、逃げて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 、お前よく逃げたな。ちょっと待って、もう一人、あ、いた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 。え、でもこいつ賢いな。あ、砲撃要請？首取れなかった。今結構グロく長い？どん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 行っちゃって行っちゃって、レベル上げて、コンバットポイントじゃねえわ、サプライボタンを一回押させておくれま？これも危なげなく普通にクリアできそうな感じあるね。これがどん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 敵の部隊が大きくなったりとかしていくのだろうけど、お疲れ様です。やっぱ味方吹っ飛ぶな。作戦成功。敵戦力。あれ何なんだろう。はい、ウォーピックとロケット、そして土のうをゲッチュ。土のうは自分で置けるのかな。本陣バチバチに固めるってこともできるのかな。このゲージは敵軍の総戦力を表しています。ゲージが進捗するほど敵軍はより強い。あ、なるほどね。こっちに行けば行くほど強くなるけど、こっちはまだ弱いんだ。制圧するごとに敵戦力が集結してより強力になる。はあはあはあ。敵が弱いうちに司令部へ一直線に向かうか、こちらの戦力を強化してから司令部を攻略するか。なるほど。全ては私の、なるほど。作戦名パイロット絶叫。はい、じゃあ今回初めて雨のステージ行かせていただきますよ。これさ、早速さ、次に作戦に新しいおもちゃを投入しましょう。今回の新兵器はロケットです。ユニットとは運用方法が違うので注意しましょう。敵めがけて放たれたロケットの威力は凄まじいですよ。ロケットはピックサプライを消費しませんが、打ち切った後再装填に時間がかかりますので、実際に使って体感しましょう。もう使っちゃいました。はい、 OK です。あ、割と土のうは敵の銃弾から守ります。オーピックを前線、最前線の後方にのみ設置できます。あ、なるほど。ユニットより前に出すことはできないんだ。だから今ここはダメで、
こいつが前に出ていって、この後ろとか、あれ？あ、違うわ。ここまでは置けるのか。じゃあここに土のを置いてあげよう。行ったら行った。お前勇者すぎる。じゃあ5人まで出せるようにして、はいはいはい、みんな前線の壁を援護してあげた。左右にあるのが攻撃防御ボタン。あ、こんなボタンあったんだ。息を押してる間にユニットは移動力が速くなる。ほう。で、Q ボタンを押してる間は遮蔽物に隠れる。射程が大幅に伸びる。あ、そうなの？そんなのあるんだ。防御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 してみて。はい、OK。はい、じゃあ次攻撃。はい、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 どんどん前に行け。はい、前、あ、ゲージがあった今。全く見てなかった。説明とか。あー、頑張って頑張って。どうしよう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 。じゃあロケット、いらなかった気がする。なんでそんなところを撃った？これは緊急資金ボタンです。敵の地域上に近づくと使用できる。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、あ、前線詰め寄られすぎた時にこれやるといいことが起きますよみたいなやつね。はい、お疲れ様です。どのどのどの、ここにはいらないかな。はい、どんどん行っちゃって、どんどん行っちゃって、射程伸ばして、敵を一網打尽にして、全然当たらない。あ、味方がやられていく。はい、もう5人だよ。あ、6人、7人目。はい、準備してください。どんどん行きますよ。はい。資金調達ボタンをアップグレード。はい、どん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 行っちゃって、どんどん行っちゃって、もう数の暴力で行っちゃって、どんどん行っちゃって、なんで、全然、ああ、よしよしよし。で、ここでロケット使いたいけど、まだロケットは無理だから、どんどん遮蔽、防御して、遮蔽を浴びて、あ、オッケー。ここに布陣してんだから防御していいよね。攻めボタンの方がいいのか、ちょっとわかりづらいところがあるけれども、味方が2人やられてしまいましたが、ここで、いや、1人追加するよりも、後々一気に2人追加した方がいい気がする。なんかすげえ荒ぶってるのがいるね、右上に。あれ爆発してくんねえかな。はい、はい。はい、じゃあ攻撃どん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 攻撃しちゃって、攻撃しちゃって、どん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 行っちゃって、強くないです。さよなら味方。彼らに土尿、土尿を用意してあげれば死ななかったりするのかな。今敵戦力上がったけどさ、もう意味ないよね。あ、そっか、チュートリアルでした。はーい。